はい、SF です。晴れましたね。ああ、すげえ晴れた。こういう日はさ、体外に出した方がいいですよ。もう用事なんかなくてもね。ああ、なんか外まで来た甲斐があったっていうかね、本当に何か何かが始まりそうな気がするっていうか天気がいいだけですけどね。ただね、うん、でも何か本当に天気がいいだけで最高で、まあいつものね、ただの日記なんでね、まあ話してきますけど、まあね、仕事はね苦戦してますよ。まあ一つ仕事をやっとってさ、そのお茶の子さいさいでこなして、追加でねステップワークを、ステップアップか踏んで仕事増やしていきたいんですけど、本当にね自分がね仕事ができんくてね、まあ大きなミスはね日記に残してますけど、まあ最近はまあ物を壊しちゃうってことはないですけどね。ただもう本当にストレス溜まるっていうか、一つの仕事にこんだけこのエネルギーをさ使っとったら、二つ目のね仕事を増やすとかね、そこまでいけるレベルじゃないっていうか、もう今やっとることで精一杯っていうかね。うん、ねえ、まあ、やっぱ辛い時にさ、今もまあ苦労してますけども、思い出す人っていうのがさあって、僕にはまあ前の職場でね出会ったおじさんの話なんやけどね、通称性欲絶倫おじさんっていうね性欲絶倫じじいでもいいんだけどいうおじさんがねの話なんですけど、まあ、前の仕事もさ、やっぱねミスできんっていうか、本当にね職場の場所で種類によって違うと思いますけど、もうピリピリしとるっていうかね、現場が結構職場環境でねトラブルも起きるし、ミスも許されんし、人間関係もギクシャクしとるっていう職場は多分どこにでもあると思うんですよ。僕の職場に限らずね、本当にね。で自分もさ結構いろんな職業をやっとって、なかなかねそういう職場に出くわすことも多いっていうかさ、でもう自分とかさもういっぱいいっぱいなわけよ。能力も低いしね、割と緊張感がその肩に力が入り気味っていうかさ、でそういう時にさそこの職場の話ね、そのおじさんが必ず目を合わせてくれるおじさんがおるのよ。俺がもうミスできんって、もう仕事では中で頭がいっぱいいっぱいになっちゃっとる時に、おって目合わせて、お誰が性欲おじさんやって寄ってきてくれるやんね、笑顔でね。でそれはその人がまあまあギャンブル大好き、夜遊び大好きっていうのも、もう根っからね陽気な人ってのもあるんやけど、さ肩をの力を抜けっていう意味でね、すごいいいおじさんでね、いつもニコニコしとって、もうおじさんっていうかおっちゃんっていうぐらいの年齢なのかな、本当にねおっちゃんぐらいでのおじさんなんやけど、でその時はさ俺が正社員で、そのおじさんは非正規雇用なんだけど、でもその人の方がその職場の労働年数っていうかね、勤続年数は長いんですよ。だからそのおじさんの方が全然ベテランで、よく仕事のこと分かっとるんやけど、でいろんな人の仕事のことよく分かっとるもんでさ、やっぱ力抜いた方がいいっていう意味でね、目必ず合わせてくれてね、目合わせて最初の一言が、お誰が性欲おじさんやってね、誰が性欲絶倫じゃって寄ってくるんだよね。まあ、そうするとさ、なんかね、
こう肩の力が抜けるっていうかさ、うん、でね、そのおじさんは本当にねギャンブル大好き、女の子大好きでさ、で割と飲みにも連れてってくれてね、でこだわりもすごくてさ、とにかく遊び人なのよ、お金のこととかどうでもいいっていうかさ、で競馬場とかにも一緒に行ってね、競馬も好きやもんね、で競馬場行くとその寿司屋さんがあるのよ、その競馬場の近くにね、でそこでさ寿司も食べさせてくれるんだけど、うなぎをね食べさせてもらってさ、でその競馬場でなんでうなぎが出るかっていうとさ、勝負ごとでその体力をつけるっていう意味でね、そこの寿司屋行く人はねうなぎを食べるんよ。でその競馬場の近くの寿司屋さんで、なんていうかな、競馬場の騎手とかもね、そこの競馬場の寮から、競馬の騎手の人ってその大会の時ってあんまり外に食べに行ったりさ、出歩いたり外の関係を遮断しなあかんから、出歩けんらしいんやけども、そこの競馬場の近くにお寿司屋さんがあるわけね。でそこでさうなぎを取り寄せるんやって、やっぱ大会の前にね体力をつけるっていう意味でね。でそのうなぎもさ一匹結構高いんよ、頼むと。丸蒲焼きではないんやけど、塩焼きか蒲焼きで選べたかな、本当にね4000円とかするんかな、うなぎのこの1匹焼いてもらうのに。で試合とかさ取り寄せて騎手の人のためそこの有名なお店でね食べるし、そこの性欲絶におじさんも競馬する前に勝負ごとの験担ぎで食べるんよ。でそこへ連れてってもらったりさ、で競馬で遊んで夜は夜の街に遊びに行くのよ。でもうさ性欲絶におじさんはやっぱこだわりが強いんだよね、そのお店の中で絶対一番可愛い子をその隣につけてさ飲み歩くんだけど、もうお金すげえかかるよ、かかるんだけど、もうそのお金とかどうとかってもう関係ないっていうかね、楽しくなけりゃ意味がないみたいなねおじさんでね、そのおじさんとその生き方が違うっていうかさ、そのこうずっと俺とか不安とか悩みとか抱えて生きとるでしょ。でその性欲絶倫おじさんはさもう全開なのよ。もう仕事はそのやっぱこう陽気にね暗いやつがおったらこう自分をこうさ出しに使って笑顔にさせるっていうかさ、で遊ぶ時ももうお金もうバンバン使うし、その中途半端が嫌っていうかね、飲みに行く時も一番可愛い女の子とお酒飲まんと逆に損したっていう考え方ね。その人のことを本当にね感謝しとるっていうか、その職場にはもう離れちゃっとるんやけどさ、本当にその職場で追い込まれとる時にさ、誰が性欲じじいだって寄ってくるんやって、本当にいいおじさんやったなっていうか、その肩をね力を抜いてっていうことをこう自分をこう笑いのさ身銭を切ってっていうか出汁に使ってさこう人を笑顔にできるってね、仕事がうまくいかん時ほどそうやって思うね、本当にね。その人のことを割とねお世話になったなと思って、まあ今日は天気がいいんで性欲絶倫おじさんのことを思い出しましたけど、きっとね職場にはいい職場も辛い職場もあるけど、いい人もやっぱりいるんだよね、こう思いやりのあるっていうかね。まあ自分もあんまりその
なんか自分でいっぱいいっぱいならんようにうまくいかんことがあったとしてもね、こうなんか割と支え合ってね誰が性欲ジジイだって言いながらね、あの励ましてあげれるようなね、懐の広さをね、あの持ちたいなって、今日は天気すごくいいんで、あの思い出しましたっていうことで、まあ今日はこの日向ぼっこでね、あのゆっくり過ごして、また動画制作に励みたいと思います。ありがとうございました。